はい、どうもです、ドラ1のメディアペラントを先生やっていきたいと思います。金がねえ、金がねえで勝たないといけねえ。だからまあここら辺をうまく、石川菅の神茶がね、留学で化けたと思うんで、神茶に頑張ってもらいたい。今年は神茶とネオ、この2人留学したんだよ。ちゃんとネオの方 B なんだ。 A でもいいんじゃないか。辰巳が方 A だったら、藤原とか辰巳が方 A だったらネオも方 A でいいと思うんだけど、ネオ方は一級品だと思うんだよな。誰見ようかな。藤原みょーん、みょーん、深瀬にしよう。いやー、藤原見たいよな。強心体ついてる、積極打法か。わらふじにするか深瀬にするか。藤原だな。ここはまだまだ藤原みたいな。4番レフト、ワンボーロン、 DH 今宮。全すごい、めっちゃなんかいろいろ選手入れ替わってるよ。日ハムらしさが出てるな。清美は何やってんの。ファーストに杉本とかいうやつがいたけど。いよいよプロ野球ペナントレース、パシフィックリーグの開幕。ワンボーロンは成長するのかな、まだ若いからね。うわ、中島守備うまっ。元から A あるんだ。ああ強いなこいつ。3番西川か。ワンボーロン CBC、 うん、鈴木大地、今宮、清水パー B が流れんだ。杉谷、おお守備うめえ。ファーストだけどサードの方がいいんじゃないか。清宮うちに来るよ。俺が育成するから。浅間サードついてないんだ、サブポジ。サブポジというかもうむしろサードがメインじゃないかっていう。頼むぞ藤原、打ってくれ。ネオは成長してるぞ。藤原はどうだ、やれるのか。頼む藤原、犠牲フライでいい。犠牲フライでいいぞ。両方見た。もう藤原のプロ4年目とか5年目とかでしょ。もうそろそろね、活躍してこないとね。やっぱ鈴木誠也とかそれぐらいで、もう鈴木誠也とか5年目とかでもう OPS1 ぐらいだったんじゃないの。山田哲人とか。そうなるとやっぱそれに匹敵する成績を残してほしいんですが、うまいこといきませんね。まあパワープロってそれってむずいよな。いきなり能力上がることないしね、そんなバカみたいに。現実世界だとな、岡本みたいな2軍で全然打ってなかった選手が1軍でいきなり打ち出すとかあるけどね。パワープロだとあんまりないでしょ。それだけ打つんだって1軍で使ってるしね。よーし、いいバッティング。ドラモン、なんとしても得点を上げたい9回。頼む。ノーアウトランナー1塁という場面で藤原。頼む藤原、ここ。第9。ストレートはボール。走らないでしょ、ここ2点差。第2球投げました。普通にバッター勝負でランナー貯めていかないといけないところなのに。第3球。いいぞ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 。国会逆転しようぜ。お、大直ってくるね藤原。ボール、よーし、よく見た。お、ピッチャー変わった。これ辰巳、よー、大丈夫治療中とのこと。大丈夫か。よーし、ここでチャンスで蓮沼。キャッチャーだから帰れません。代打は送れません。あとうちにろくな代打ありません。高浜ぐらいか。でも大左 G なんだよな。なんとかしてくれよお前。蓮沼もなかなかバッティングいいんだよな。 DE だよ、高卒2年目で DE って。そんな選手いないよ、なかなか。
投げた。3球目ストライク。レフトにちょこんとヒット打ってほしいね。それ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 。それをレフト前に三遊間に打ってくれ。それだよ。いいバッティングしたが、外野が前に来てたからしょうがねえ。しょうがねえ、しょうがねえ。パスの間、レフトへの犠牲フライ。ドラモンド1点返しました。よし、1点差、1点差。ドラモンドやりました。さあ、リプレイです。あー、水うめえ。酒飲んだ後の水めっちゃうまいです。今さっきの酒飲んだ、朝起きた、朝っていうか起きたらもう昼だけど、もう12時超えてたんですけども、めっちゃ喉が渇いて、その後に水飲んだらクソうまいんだよな。しかも頼むぞ、もうあとは俺見とくだけだから、水飲みながら。うん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 。試合終了。絶対勝ったと思ったのに、クソだな、近本。近本、なんでそこでショートゴロゲッツーツー。お前、荒いか、お前は。なんでそんな注文通りのゲッツーを打つんだ、お前は。バカなのか、こいつは。留学生はいないよな。特に留学生はいません。今年どうだろうな、どれぐらいやれるんだろうな。まあ、とりあえず序盤を早送りでいこうか。で、後半ぐらいから見ていこうかな。9月中盤まで来ました。これワンチャンサインあるんじゃないか。ワンのチャンのサインがある。楽天に、あ、終わった。あー無理だ。あ、終わった。全然なかった、全然なかったですわ。4位でも一つずつ一つずつ階段を一つずつ一つずつ登っております。まあ来年は3位、その次に、そして1位と一つずつ階段を登してね。だから一つ不満があるんだよな。まあ後でちょっとみんなに見せるんだが、不満があることがあります。私はまずな、まずルーキー見ようか。まず深瀬、この能力、まあちょっとこの能力文句言いたいんだけど、まあしょうがねえ。スカウトの能力が低いからしょうがないとしよう。だがね、許せない人がいます。菅野さん、なんでこいつ 3.59 9勝10敗なんだ。こいつは金返してくれ。なんだこいつは、騙された、完璧に騙されたんだけど。菅野って1点台とか2点台の選手じゃないの。一発いつになったら消えんの、菅野。早く消せ一発。なんだこいつは。石川とそんな変わんねえじゃねえか戦力外取った石川と、何なんだ。そして規定いかないし、こいつらは。お前らは規定いかないんだ、規定投げろお前ら。なんで1年間1軍で先発守らせてんのに来ていかないんだよ。どうなってんだ。どんだけすぐマウンド降りるんだ。もうちょい投げてくれよ。中継ぎが大変じゃねえか。松井裕樹も5点台だし、なんだこいつ。完璧に騙されたんだけど。甲斐野も抑えにしたらね、調子落とすしね。増田もね。えのきが最後抑えだったけどね。藤川も抑えにして打たれるし、俺はせっかく藤川は250セーブ達成させてあげようと思って藤川を抑えにしたのにな。こいつは打たれ上がるしね。多いし、いいね。辰巳三太郎が結構打ってる。打ってない先生。OPS クソだった。小園の方がいいじゃん。翔さんがまあ一番いいとして、いやー、ネオが23本打ってる。ネオがなんか立浪みたいになってる。立浪じゃんこれもう。近本いいね。ネオ降格、近本降格、小園も降格覚えさせたいね。まだパワーいいか。パワーいいなら降格覚えてもあんまり意味がないんじゃないか。意味があんのか。ドンメ、福留頑張ってんの。藤原、ハスルマ、ハスルマアヘタンすぎないか。
143安打、単打5。藤原なんか高いんだ。長打率の問題か。出塁率藤原クソ低いから。あ、どの上も結局1割台か。どの上途中から打ってたから使おうと思って、深瀬が打たなくて高浜打ってたから高浜にしようと思って、高浜を打たなくったからどの上にしようと思ったら全然打たない。結局誰が一番良かったんだ。結局高浜が一番いいのか。右は高浜、左はどの上で行くのが一番いいのかな。1割3 2割1分3人で高浜対左0割0分で多分出てないんだろうな。じゃあ次のシーズンいきましょう。ちょっとずつ成長してるしね。まあ基本的にやっぱ若手が多いんで、うちは2019年度のドラフト1位の若手が多いんで、そいつらを育成させていけば勝てるっていう、そういう戦略ですね。メネフェス、お、菅野一緒じゃん、もう菅野中田って。大谷が沢村賞 MVP 取ってる、すごい。前剣巨人最多勝率1位、ビシエド、あ、村上が新人王だ。ビシエド、ビアヌーバ、ビシエド言いにくい。お、FA だ。誰だ。あ、石川が FA した。ここで、ここで石川、石川って420万だったよな。石川って420万だったよな、確か。そういえばスカウト変えようか。ちょっとさすがにスカウトがしょぼすぎる。6000万ぐらいなら払っていいのか。正直外野手内野手捕手投手大学生いっかも。コーチはこのままでいいや。藤川とかそろそろコーチにしてもいいね。お、菅野2億8000万いいね。翔さんがこの金額で収まってるのがいいよな。お前は高いな。なんでお前は、どういうことだ、なんでこいつは前年度が11111なのに11000なんの、どういうこと、よう分からんわ。三つを、三つを頑張ってるな。でもお前戦力外、あ、三つは戦力外じゃないのか。いや、よう分からんし、2810にしよう。ドンメ、ドンメ、ドンメはもう引退じゃないか。もう大学コーチでいいんじゃないか、ドンメは。育成 A。大学コーチになってもらおうか。いや、まだやれるな。ギリギリまでやってほしい。引退するまでやらせよう、ドンメには。正直、得の要因にもなるし。荒川37、深瀬なもち頑張ってほしかったな。でも戦力外チームにはもう俺は与えられねえな。お前らにはお前らにそんな金を与えられない。沢村な、まあ、一応得のようになるのか。藤川まだやめねえか。伸び消える前に投手コーチしよっか。これ強えよな、タイピンジャプロイは。藤川投手コーチにしよう。なんでタイピン G なのにタイピンチャップが覚えんだろう。よう分からんな。昔はあったからとかそういう理由なのかな。これコーチってギリギリまで使ってコーチにするのか、どっちがいいんだろうな。とりあえずまだ使ってみるか。うちとかコーチどう。おお、そこそこやれる。お前高浜とこれ言っていいのか分かんないのか、これ怒られると思うんだけど、高浜見たら俺高浜原発を思い出しちゃう、思い出しちゃうんだよな。でもなんか毎回名前呼ぶためにこいつのこと高浜原発って言ったら、なんかいつかどっかで怒られそうだなと思ってあんまり言わなかった。我慢したんだけどちょっと言っちゃった、ごめんなさい。もう言いません。なんかどっかから叩かれるんじゃないかと、まあ、多分大丈夫だと思うんだよね。多分大丈夫だと思うんだけど万が一ね。俺もでも言いたくてずっと我慢してたんだよな。でもすっきりした。やっぱ言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズンだから、そこら辺は言っていこうと思います。怒られたら謝ろう、ちゃんとみんなでな。俺だけじゃないからな、お前らの責任だからな。これは俺だけの責任じゃなくてみんなの責任だから。これ動画見てるやつみんなの責任だから、もし叩かれたらみんなで謝ろう。俺を一人にしないでくれ、みんなで謝ってくれ。
むしろみんなが謝ってくれ。俺は謝らないわ。みんながすいません、僕たちの教育が行き届いませんでしたって謝ってくれ。俺は絶対謝らないから。じゃあそういうルールでいこう。これからなんか怒られたらみんなが謝るっていうルールでいこうな。よし、じゃあ誰取るんだ。微妙な選手がいねえぞ。誰取るべ。宮部か。大学ナンバーワンストラッカー取るか。山川じゃんこれ。沖縄出身の大学生22歳、山川だな。山川取るか。山川、いやでも取るなら山川だよな。だからドラ1で取るべきなのかという意見もありますが、うちはドラ1しかいません。ドラ1しか取れません。うちはでも取るなら野手だよな。山川穂高にしよう。登録名山川穂高に変えようか。てかバッティングはもう山川穂高に変えようぞ。あいつむしろ山川にしてもいいんじゃないか。名前名前改名するか山川に。まあ、バッティングフォームは山川にしよう。でバッティングフォーム、山川のバッティングフォーム分かんないんだよな。まず山川、まず山川のとこ行きの、山川はスタンダード163、スタンダード163にしよう。山川、山川じゃないわ、なんだあいつ、萩久保、スタンダード164、163か。山川ってどんな感じか。普通山川ってこんな打ち方だっけ。すげえすげえ、これおもろい。中谷、茂木エイゴロ、おじちゃんとしたよね山川に。あ、徳の宮は徳の、山川穂高の徳の。アウトコースヒッター、ミート対応。バカなのかこいつは。バカだった。バカがまた一人増えました。これ誰だ。背番号4番、メジャーから帰国。浅村ってドラ1か。6億3000はちょっときつくねえか。きついよ6億3000は。6億3000万って。いや、テッドだ。26盗塁。トリプルスリーは達成できず。石川420万だよな。あ、カープが取ろうとしてる。ちょっとやばい。梅ちゃんってドラ1か、違うか。三上。一応か、違うもんな。宮国も違うもんな。銀次は違うよな。トガメはドラ1だよな。金子も違うよな。誰も取れないか。今年の FA めっちゃ微妙じゃないか。宮崎ぐらいか。あとは微妙だよな。宮国って開幕投手だけどドラ1ではないよね。一応ググっとこう。開幕投手だからやっぱドラ1のイメージもあるよね。ドラ1じゃないよな宮国って。宮国、トーバーク、あ、間違えた。宮国、ドラフト、ドラフト2位か宮国は。やめとこう。じゃあ石川だけ、あのもう420万で420万で2年契約するから来てくれ。頼む石川。よーし、バカだこいつは。バカだったよし、420万で買い殺し成功、石川を。あ、阪神に宮崎行ったんだ。行きそう。阪神宮崎ありえそう。宮崎社会人出身だからな、 FA 権取る頃にはだいぶ年取ってんじゃないの。というか石川じゃないわ、宮崎今年どうしたんだろうね。なんかバビ、逆バビっていう説もあるけど、なんか打球速度が落ちてるっていう、そういう説もあるんですが、果たしてどちらなんでしょうか。グッチはドラ1か。違うっぽいよな坂口は。坂口アンリ、あ違う、坂口ヤクルト。あ、ドラ1だ坂口って。近鉄のドラ1だよな。
俺坂口好きなんだよな。でも以来使わないよな。いやもう坂口好きだし取りたい。ゲレーロってガイアだけになってんだ。へえ。アレックスゲレーロ。山口俊。ああ犯罪者だしやめとこう。ドラ1のかな山口俊って。福井、福井覚醒してる。マーさん、マーさんが戦力外になってるんだから1億5000でマーさんで取るでしょう。でマーさんやってるからな人体。まだ取っとくか。マーさん、マーさんドラ1だもんね。あホームラン T は、ホームラン T はドラ1だよな。 T 岡田1巡目だよね。ドラ1取ろう。田島もドラ1だよな。田島でもいい。あ伊藤隼人ドラ1だ。そういえば取っとこう。三島もドラ1だよな。三島、紺野アナ、違う間違えた。三島横浜で調べたらなんだ三島、変なの出てきた。ドラフト2位か三島は。順基は、ズンキはズンキ。伊藤のズンキってドラ1な、ドラ1なのかな。伊藤順基ドラ1なかったっけ。あドラ2なんだ順基は。サチヤはドラ1だよな。石田は違うか。こんなもんか。坂口、T 岡田、マー君、早田。結構野手を多めに取れたんでよかったです。でも外野手が多いな。そういえば内野手のドラ1で少ないのかな。いやそうでもないでしょ。外野手のドラ1の方が少ないよな普通に考えて。海外留学、今年はコリアに行けるよ。で誰を行かせるかっていう問題があるんですが、あーここ藤原行かしたよな。藤原、小園行かしたい。小園、吉田の構成も行かしたいんだよな。小園構成行かしたいんだけど、ここで高橋一発死球ついちゃったか。こ清水、清水は行かせよう。2224で行くか。まだ行くの。26松本、ここ2人だよな行かせるとしたら。いや野手1人は行かしたい。そうなるとやっぱり小園か。いや藤原でもやっぱ期待したいんだよな。藤原でも3人ついてるからな。小園だな。清水小園で行こう。道が戻ってこれないからね。あと2ヶ月言うて開幕には戻ってこれんな。ミート変化球コントロール、金はちょっと増えてきた。パワーあたりも買っておくか。変化球3にするか。ミートも3にしよう。鍛えてこう鍛えてこう。やっぱ育成って楽しいじゃん。育成させたいよな。カイノはマジで変化球覚えてほしいんだよね。変化球覚えないのか。じゃあ何覚える。なんか特にいい特能もないな。クイックバントターン持ち牽制とか持ってもな。それでコントロール、でも変化球上げたいんだよな。でも上げないしな。うーん159キロあるからやっぱり球持ちでも覚えるか。まあ、球速、マーさんは中継ぎとかもいずれやってもらいたいんで中継ぎ。いやスタミナ取れたらもう使わないな。球速でいこう。金とかでも持ってたらあの特能だけで抑えれるから中継ぎをやらしたりするんだけど、ちょっとな。てか強振隊を覚えてほしいんだけど。強振隊を、強振隊は いねえな。 T こうやって強振隊じゃないんだな。守備だな、まず。まず守備だな。翔さんは特に覚えない。ネオンは特の覚えさせたい。初級丸、初級丸、初級丸、初級丸。近本は、流し、逆境だな。広角誰に覚えさそう。弾道、
坂口セカンドやる、守備うまいからやっぱり。坂口ここでセカンドできるようになったらでかいよ。ちょー、まあ広角誰が覚えてる、あ福留か、なんで俺福留に広角を覚えさせてた。まあいいや、どの上はセカンドもうまくなの。まあこんな感じか。特に今サーポジ転向させようとするやつっていないよね。ポジション的にはうまいこと言ってるよな。またサードの穴を埋める。お、上茶谷が脱三振になった、やったぜ。上茶次は何を埋める、ないな、もうないな。そして伸びないな。なんだ、クイックでも上げとくか。でバントでも上手くなろう。いやパリーグだ、うちパリーグだ、関係ねえバントだって。オーダー考えますか。ちょっとうんこ行きたい。帰ってきました。なんで吉田康生が下がってる。能見さんも上げるでしょう。菅野、石川、いや菅野、まあ上茶、松本、石川、西垣、もう信じてんだけどな。ダーマスでいいでしょ。松幸は信じてんだけど、活躍するよな。中継ぎ多いな、一人減らそう。これはやっぱ高橋だよな。野手1軍 T だな。でも外野が多いんだよな。ガンちゃん下げて坂口上げようか。福留まだやれるか。福留対左の正直対左に入ってくれればいいかなと。さあ誰使おう。セカンドはとりあえずどの上か、いねえもんな。ネオ、辰巳出塁率低いからな。辰巳、ネオ、近本、辰巳近本、ネオ。ネオちゃん目あるから1番に置きたいな。1番、ネオ、辰巳、近本。ね、近本がすぐ、センター守ろうとするんだけど。福留使おうか。福留ライト、レフト、5番福留。これでいきましょう。もう帰ってくるよな60日。あでも言うて2ヶ月かかるのか。5月ぐらいか。1ヶ月はじゃあこのオーダーでやらないといけない。大敗。菅野とマーサがいいんだよ、うちのローテには。うちのローテには菅野とマーサがいるんだけど、だが負ける。惜しかった。マーさん活躍してくれよ、頼むよ。肘怪我したけど、トミー・ジョンしてるからな。マーさんってまだトミー・ジョン現実世界をしてないよね。確かなんか保存治療か保存療法かなんかで治したんだよな。確かメスは入れてないよね。そのマーさんがとうとうメスを入れてしまった。メジャーで WBC で怪我をして、そしてクビになって日本に帰ってきました。ダメじゃん。もうあれだろうな、多分メジャーで投げさせてもらえないから自ら契約切って帰ってきたんだろうな、日本に。やっぱ金より俺は野球がやりたいっていうことで20何億を手放してまで日本でやりました。そして日本でもらえる金額がなんぼだ、
5億とかで、で今年は1億5千万しかもらえません。何もしなくても20億ぐらいもらえたのにね。かわいそうなマーさん。だからかわいそうかかわいそうじゃないかと思うのは人それぞれ。お金の価値観なんてね、やっぱでも金持ってるやつが正義だと思うんだよな俺は。まあでも20億とか持ってたらそんな感覚ようわからんくなってくるのかな。じゃあバイバイ。